さああとはキャベツを食べるだけ。残り3パーティー。さあ回復勝負。さあリムルの回復はいっぱいある。大正解。それじゃあ動画へレッツラゴー。目の前開けて。さあ階段は敵の階段。さあ張り替えることができるか。なかなか張り替えることだけできない。一人持っていく、はい、マッシュロンを持っていく。さあ撃破。さあ資材が50増えた。おいしい。さあ後ろでマウフィンがやられるか。マウフィンが死んだ。さあゼニガメを倒しきる。下3人ですよ。でもローグラが、ね、さあここは落としてレイナーを倒していく。まず撃破、うん、さあ資材を取らずにそのまま上に行こうとしているリムル。さあこれうわー、うまっ、うん、横飛びからヘッドショット。資材が少し増えてまだ上にいるか。音を聞いているサウンドプレイ。もう一度後ろに登って。さあハイグラは誰だ。シッド、うまっ、さあカメを倒して。折り際これはジャンプパッドを使って。うわー惜しい。ロスエルが頑張ろう。予測負けできなかったから負けない、負けない。さあもう倒すしかない。さあ深海やられてラゼル倒しに行くしかないが、うわこれ届かないが2位。さあ最初アンチ。いやまあでもキャベツ食べながらここまで来ればさ回復勝負できるくない。うん、あー分ず強い範囲あるぞ。さあ金チャージが出たがここはリムルたち移動していく。いや多分回復勝負になったら戻ってくると思うけどな。うわ後ろからネフライトさんたちが一気に強襲。さあ残ったのはワイルドオークたち。目の前開けて撃っていくか。さあ目の前ワボックス100ダメージ。倒していく。さあサバトルを倒して。さあ目の前しっかり活気入れてアイテムを回収。さあ資材は37。ロークラの敵を倒せるぞワイルドオーク。しかし3対1。さあ3人いることを察知して1段上に上げていく。対2対3だね。さあ回復勝負はできないか。3位まで持っていったワイルドオーク。できれば2。じゃあ一度アンチ外に出ます。うわ横からロッカーを撃破。さっきり入れないと知ってしまうが一旦落ち着く。チール。そして回復取って。目の前やり合ってる敵、いや削られたらまずいぞ。うわ惜しいけど2位までいった。2位いった、2位いった。でもさあ上ではどんどんやり合って順位が上がっていくぞ。さあ猫アイコカレー、ここはゆっくり登って戻りアンチ。おいしい。さあ下に降りればワンチャンあるが猫アイコカレー戻れるか。ここは下に戻ってミニポー1本飲んでいきたい。いい位置だね。でもいい位置ね。さあしかし資材がもう0枚なのでもう下に降りるしかなくなった。あーそうか、そうなるのか。しかし下ワンチャン、いや降りてくる。わお、うん、クリムちゃんが降りてきた。さあ上を取っているのは誰だ。さあハイグラ取ってるのは眠たいよ。さあ上を取ってる67ポイント。こんなに硬くないんだけど建築自体は。そうね、でも上のヘッドがみんなないないね。そうえ8チームいんのまだこれ。4チームの3チームだね。 あ間違えた。さあ眠たいよ。ここ勝てばさあ90ポイントぐらいはいけるか。一人倒すボンサバドゥ。さあアンチ外でさあワンボックスしっかり倒して眠たいよ79ポイント。なんさあマフィンがすごい状況です。もうなんかすごいピッケルもなんか頭に刺さってるし。さあ残り16パーティー113ポイント。ピッケルが頭に刺さってる。さあここでもう一回ジャンパーを使っていきます。おお、これで治るか。これで治るか。治りました、さすがに。フォートナイトレベル、フォートナイトレベル100みたいになってたね今。すごかった。さあいやでもこれマジちょっとでも生き残ったら。でもね、稼いでる。うわ、怖っ。サージがいて倒したい。30。ああ、うわポンプが。うわーこれ、うわー分かんねえ。さあ残り7パーティー。うわ94ポイント。うわ怖え。いや全然ある。うわ10位変わりそう。さあここの94のチームが、いやでもうわどうだろう。106がやばいけど、でもマフィン上の方だから115だから大丈夫。106が106に越されてもそう落ちないから、だから一番ここがマフィンたちのポイント超えたらきつい。さあキルを取れば取るほど4位に近づいていきます。さあ A2 トーマス 4K だいぶある。やばっ。うわーさあキャベツ30個。あらすごい。あれでも横がもう正直厳しい。キルがないと。さあでも109ポイントの選手も生き残っている。さあマフィンたちのポイント越せるか。115ポイントだぞ。
さあ上落としていきたい。さあ1人かっきり入れて回復。さあ111ポイント。うわーうわーこれ。さあ2位になったチームが、さあやられたが、これは3位111ポイント。101。あこれいけないや。ジョーザが100で、これ15ポイント入んない。でもビグロイって入んないかさすがに。しかも耐えすぎじゃん。どっちが勝つんだ。さあトーマも、うわーここだよね。さあイワシを食べてそのままビグロイ。いやでもこれは、でも見てみましょう。さあそれでは上位4名がグランドファイナル確定です。見ていきます。うわっ嘘。え、なんでジョージアが、ジョージアが最後上がった。いや多分、いやポイント、いや多分ポイントバグで、そうそうそう、一歩一歩差で、予想外。もういや、正味俺、あもう行ったなぁ、そう行ったなとか、俺らのフラグのせいや、俺らのフラグのせいや、フラグないし。おい、まあ、でも明日ビクロイ取った瞬間グランドファイナル確定で、まあ明日の楽しみができたということで。さあそして、さあラスト試合行きたいと思います。皆さん泣いても笑ってもこれがラスト、ヒート B のラスト試合見に行っていきたいと思います。さあいいですね、気持ちも負けていないし、回復もイワシ6個、チャグスプロク、クロッパー4、マジでいけ終盤まで。いやこの本当に死んだくない。いやマジで死んだくない。頼むからこの人数形成を崩さずに、いやそうね、もうローグラを全員にしばき回るしかない。そう、まあ建材も比較的多いから、マジ本当にリスキーな動きをせずに行きたい ね。これはさあラスト1試合、回復勝負はできる。あとはどんだけこの回復を持ったまま。ハイグラ行くって思うよ。え、なんかタイマー、ハイグラ行く。いやいや、でもさすがに行かないよ、ハイグラさすがに行けない。さあアンチード、さあみんなもうコメント欄はね見ない方がいい。さあワイルドク一気にやってられるが、ここでは死ねない。さあ誰一人落ちずに次のアンチまで行かないといけない。さあアンチは、さあ前の方取れているか。さあもう一個ジャンパーをここで使っていく。これはいいところ取れるんじゃないのか。さあもう前の方にワイルドク入って、ハイグラは行かない。さあこれは徹底してるね、ハイグラ行かないのは。さあマウフィンに次第あって、さあ最後の最後までローグラウンドで戦おうとしている。最後の回復勝負はワイルドホークがやるでしょう。さあ横を打って同じ段にいる人間を、さあ来させない動き。さあ残り14パーティー。さあ目の前丸に A 回して、さあ14チーム、あやばい緊張してきた。わーい、心臓痛くなってきた、心臓痛くなってきた。さあ残り14パーティー、最終アンチが決まってしっかりピンを刺している。さああとはこのまま、いやまだ最終アンチじゃない。いやだけど資材は足りる足りる足りる。さあ戻りアンチ、さあ作ったルートを戻るだけ。しっかりダウンを下げてローグラを取りに行く動き。残り12パーティー。さあ前の方作って、さあ横にたくさん敵がいるぞ。さあこれは戻りアンチが決まるまで下にはまだ行けない。さあ次のアンチが決まったらローグラに行くでしょう。さあワイルドオークもしっかりデカボノーマル。さあリムル目の前の敵をボコしてる。さあ一人落とす、マウフィン。さあしっかりと資材を後ろに引っ張って、さあ最終アンチはどうなる、いけるぞ。さあ最終アンチはローグラでいい、ローグラでいい。いや一段上に上がって、さあリムルが一人動いて、ソファイルドークたちも最先端を取りに行ってる。さあ下の人間は、いや下めっちゃいる、これいけないな。さあ気合の入れどころ。さあここでワイルドークが誰かをダウンさせているし、さあこれはもともとある自分らの建築。さあここで1キル入っている。残り6パーティーマジであるぞ。さあ物資も多い、メディキを上げて最終調整、リムルの回復
5点セット欲張りセット、武器は持たない。これはもうね、さあローグラが空いている、ローグラが空いている、ローグラ入って、あとは回復勝負するだけ、しっかり囲んでいきたい。そうね、部屋だけしっかりしたい。さあ資材を全部使って逃げれる、部屋を全部作る、これはいける。残り5パーティー、回復勝負は勝てるだろう。回復ミスも怖いね、頼むよ。さあこれはもう巻いていきます。8、7、間に合う、よし4、しかも下へのヘイトはない。さああとはキャベツを食べるだけ。残り3パーティー、リブルが回復、上では回復はなさそうだぞ。さあどっちが勝つ、さあリムル、マルはさあ来ない。さあ回復勝負、さあリムルの回復はいっぱいある。最後の最後で決めるか。さあヒロキのヒロキスの回復はない。リムルがそのまま回復勝負取っていけ。これは決めた。ラスト試合ビクトリーロイヤル、最後の最後でグランドファイナルへの切符を手にしていきました。知ってた知ってた、ほんまえぐ。ちょっとおいマウフィン、ちょっとどこ行けばいい、喋ろマウフィン、ちょっとどこどこマフィン、どこ、ちょっとインタビューさせて、ちょっと褒めさせて。リブル、お前ようやったな。マジ嬉しいっす今日。いやマジナイスお前、いや最後の最後はやりすぎやって、お前らマジでやばい、不安にさせやがってマジで。グランドファイナル、いやマジすぎ、グランドファイナル確定おめでとうございます。ありがとうございます。いやお前らもう一番アドよ、明日の戦いもこんな気持ちでいけるグランドファイナルやばいぞ。いやおめでとうマジで。どなんかなんかないの、なんかもうよかったよかった、もうなんかない、もうやばい、興奮してやばい。もう昨日でかなりメンタルが正直きてた。1ポイントで落ちてえぐい、予選も2も通れなくて、もう この連負の連鎖からの2位3位って言って、お前泣きそうやけ、お前いや泣いた。いやよかったね、あったたちお作り、はい、ということで皆さん、あよかったね、いやマジ怖かった、よかった最高だな。今の見せてもらいました、アンテチ信号メイト通れなかった人もね、また、ドマイナスネクストファイト、私のグランドファイナル、先生どうぞよろしくお願いします。それじゃあこれにて終わりにしていきたいと思います。それじゃあ皆さんお疲れ様でした、またな、バイバイ、どうぞ。